はい。今日も可愛い筆文字を書いていきたいと思います。今日も依頼がありました。今日は2文字です。健康って書いてくださいってことだったので、健康って書いていきたいと思います。あの,こあの 依頼がありましたたそれで書きたいいいていきたいと思いますあとこういう文字書けたらいいな書いてみたいなって方あのオンラインの筆文字の講座もやっております今上にポチッと押すとこ出たと思いますがそこからブログが見れますので一度覗いてみてください詳しくはこの動画の最後でお伝えしますので、まあ、パッと飛んでもらうとか最後まで見てもらうとかして最後の方を見てください書きたいな書けたらいいなって方はどうぞ見てくださいじゃ書いていきますまず健康って書きますねで、えー、今回2文字なんで どう書いてるかっていう書き方も伝えますそして最後パステルを使いながら書きますので最後まで見てもらえたらと思いますまず書きますね健康こんな感じですこれはね僕あのーまあ いつも同じ字じゃないんですけどいろんなこ太かったり違うところが太,太かったりとかもするんですが健康に関してはだいたいこうなりますね僕ね、えー、書き方伝えますねまず人弁です人弁は下から太い細いですね太く細くですで細くですねで健康のけここはですね頭でかちて上を大きくしながらまた普通ね こうですけどこの形を四角にしませんこういうちょっと形を変えますで少しこう太さも変えますとここは細くて下は頭でっかちにしたいのでちっちゃくです細くして最後太くですこんな感じの剣でもう一回言いますね太いから細いで人間人間はこうですでこちら形を変えながらこんな感じですねで細く 細くで、頭でっかちにしたいので、上が大きく。剣です。で、こうですね。こうはぐるぐるっといって、太いから細いで山にします。これ、普通はですね、こうなりますけど、僕、これは全部内巻きです。で、これもここと同じです。形を変えながら頭でっかちにして、こんな感じです。もう一回書きますね。ぐるぐる、太い、細い。 こんな感じです。健康ですね。これをもう一回続けて書いていきたいと思います。縦書きで書けば、こんな感じですね。横書きで書けば、 こんな感じです、はい、でこれをパステルの上に描いていきたいと思います。 はい、じゃあ、こちらに書いていきたいと思います。横書きでいきますね。パスで貼る,るだけで全然変わりますのでね。と後で、あの、見比べて、見比べてもらおうと思うんですが。 こんな感じですよね。健康です。ちょっと。動きをつけたいと思います。 猫ちゃんが乗った感じでちょっといじってみました。はい、健康ですね。ちょっと大きくしよかな。せっかくなんで、はい、こんな感じになりました、えー、こういうね。味のある文字かわい,い筆文字で,ですね。書いて欲しいなっていう言葉とかなんか？えー 文章ででもいいです何かありましたらコメント欄にお願いします。今回も健康って書いてほしいってことだったので、えー、健康って書かせてもらいました。だいぶ前に実は依頼されてまして、もう久々に書いてますので、もう依頼してくれた方は <laughs> 見てくれてないかもしれませんけど、まあこうして書かせてもらいますので、ぜ、え、ひ、ー、ともあの書いてほしいのがあったら言ってください。で、この動画見ながらまた真似して書いてもらえたらと思いますので、あのよろしくお願いします。 あちなみに筆ペン、僕の講座で言ってますが、あの全然こうして、なぞるのありです。なぞるっていうか、こうして、ぎ足してもうちょっとこうして、普通の習字でこんなん絶対ダメだと思いますが、はい、筆ペンは OK です。えー、こういう筆文字は OK です。こういうのはあのどんどん変えていってもらって構わないですね。であと、えー、こういう文字書けたらいいな、書いてみたいなって方はですね、 え今日の動画の最初にお伝えしました、オンラインで、ズームでですね、筆文字の講座をやっております。であのー、概要欄のところ、タイトルの下のところにですね、えー、ブログに行けるペあのところがあります。そこ、クリックしてもらうと、ブログ見てもらったらですね、そこから申し込みができます。また、あのー、受けた方々の人たちのです、ね、字も見れます。どんな字を書いてるのかなっていうね。 えー、見てもらえたらあの本当に素敵な字をみんな書いてますので見てください。で、えー、よく言われるのがですねセンスがないから書けへんとか字が下手だから書けへんとかよく言われますがあのセンス関係ありませんし字が上手い下手も関係ないです。自分の思考なんです字って書くのがその思考を変える当たり前に書いてる書き方を変えるだけで書けます。これれ全員がそううなれるように ちゃんとカリキュラム取ってますので、えー、全員受けた方は味のある文字書けますのでぜひともあのき書いてみたいな書けたらいいなって方は覗いてみてください。で最後にこういう動画もっと他も見たいなって方こういうの好きだないう筆文字の,ペあの筆ペンの筆文字の,あの動画って面白いなと思う方ぜひともチャンネル登録と高評価いいねを押してもらえると嬉しいです。えー、ちょうど今他の動画の紹介のところに 丸いところがあると思いますがそこチャンネル登録できますのでぜひともチャンネル登録と高評価いいねのところよろしくお願いします最後まで見ていただいて本当にありがとうございます今日は以上となりますありがとうございます